のドームでテレビ局の開局50周年イベントだね。私はトークだけだけど、愛ちゃんは歌も歌うんだよね。ねえ、聞いてる？負けられない。愛ちゃん？絶対負けられない。はるかさんにも、ママにも、まさみさんを取り返したね。どうしたの？そんな怖い顔しちゃって。愛ちゃん？ねえ、愛ちゃんってば。しっかりして。私の方見て。あ、はるかさん。大丈夫？大丈夫です。けど。暑い？はい、こう全身が。ゾクゾクしてて。ゾクゾク？はい、震えが止まらないんです。背中がブルブルって。それってまさか風邪ひいてるんじゃ。大変、熱測らないと。平気です。多分そういうんじゃありませんから。本当に？はい、今の私エネルギーの塊みたいで、私歌いたい。歌って歌って歌いまくって、倒れるまでステージやりたい。愛ちゃん、どうして呼吸そんなに乱れてるの？もうイベントとっくに終わってるのに。分かってます。でも、でも気持ちも体も静まらないんです。もっと歌いたい、暴れたい。愛ちゃん、心臓がドキ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 、もっと動けって言い続けてて。ダメだよ、興奮しすぎ。そのままでいたら
がおかしくなっちゃうよ。分かってます、分かってますけど、自分でもどうにも。とにかく胸のあたりマッサージして、なんとか呼吸整えないと。マッサージですか？うん、念入りに何度も何度もさすって、呼吸が落ち着くまで何度でも。わかりました。とにかくさすって、無理やりにでも呼吸ゆっくりにしないと。強いのと思ってるアイドル他に知らないって。
強い喉ですか？うん、声の大きさに潰されない喉がないとあんな歌歌えないんだって。そういう意味じゃ愛ちゃんは天才の一人なのかもしれないね。天才？私が？嘘です。嘘なんかじゃないよ。だってその友達間違ったことなんて言わない人だから。疑うわけじゃないですけど、はるかさん、私急にそんなこと言われると照れくさいっていうか、なんでそんな話いきなり始めたんです？実はこの話しようと思ったのにはわけがあってね。わけ？うん、ここからが本題だからよく聞いて。ちゃん、この間のイベントでちょっと様子おかしかったよね。あ、はい。ついテンション上がりすぎて暴走しちゃって、あまりにすごい迫力だったから私感動して見入っちゃったんだけど、どうしてあんな風になったの？はい、実は。気持ちで歌ってたんだね。そのマネージャーさんのことを必死に考えて。はい、私まなみさんをどうしても取り返すんだって自分に言い聞かせて、そしたら体中が熱くなって自分でもびっくりするぐらいの力が。そう、やっぱり愛ちゃん歌手としてすごい才能を秘めてるんだよ。それが強い気持ちに引き出されてきっと爆発したんじゃないかな。そうなんでしょうか。でもね、愛ちゃんよく考えてほしいの。あの時の姿は愛ちゃんの目指してるアイドルの姿なのかな。え？私の目指してる？間の愛ちゃんにはいつもの明るさが全然なかった。その代わりに執念みたいなものが激しく燃えてて、確かに怖いほどのパワーを発揮する愛ちゃんも魅力的だとは思うけど、それは愛ちゃんのなりたい自分？はるかさん、この後ずっとそのマネージャーさんを取り返すために愛ちゃんは歌い続けるの？私とのオーディションの時も。あ、はるかさん。確かに私まなみさんのことしか見えなくなってた。もちろんまなみさんを取り返すのは大切だけど、でも私はどうなのかな。ごめんなさい、愛ちゃん。ごめんなさい、私どうかしてました。そうですよね、人を取り合うために歌うなんておかしいですよね。そんなの私が憧れてたアイドルじゃないです。アイドルってもっと明るくて楽しいもののはずだから。もう私二度とあんな気持ちでステージに立ったりしません。愛ちゃん、はるかさんとのオーディションは楽しむためにステージに上がります。いつもの私に戻って。よかった、そう言ってもらえてほっとしちゃった。
私も明るい愛ちゃんの方が好き。あの日弾けた力、今度はみんなを元気づける方向に使っていかないとね。
合うに違いない。うん、きっと間に合うぞ。じゃね、バイバイ。ちょっと風っていうか台風みたいな人だったよね。